こんにちは、沢歯科クリニック院長の沢昭夫です。動画を最後までご覧ください。こんにちは。沢歯科クリニックには小さなお子様からご年配の方まで幅広い年齢層の患者様にお越しいただいております。治療だけではなく予防のために定期的にお越しいただく患者様も多く、長年通っていただいているのが沢歯科クリニックの特徴です。平日は朝9時半から夕方6時半まで、水曜日は夜7時まで、土曜日は朝9時半から夕方5時半まで診療しています。患者様の不安な気持ちをなくすことができるように、こちらから積極的なお声掛けをしております。当院は予約制ですが、休館の方でも同じようにご安心いただける案内に努めております。当院は地域に愛されるアットホームな雰囲気のクリニックです。初めて来院された方には安心して治療を受けていただくために、カウンセリングルームにてしっかりと患者様のお話をお伺いする時間を設けております。診療中、先生にこんなこと聞きたかったのに聞けなかった、治療の説明を一通り聞いたのにどこか不安や疑問、心配事がある方が見えます。患者様との会話の中で、患者様が心の奥で思っている気持ちをお聞きし、不安や疑問を取り除き、しっかり納得して満足していただける治療を受けていただけるようお手伝いしております。私自身、いろいろな歯科治療を体験しておりますので、患者様のお気持ちに寄り添い、患者様の立場になってご相談を受けることを一番大切にしております。院長先生は穏やかな方で、技術面においても優れた先生だと思います。常に患者様に丁寧に接していますので、患者様からとても信頼されており、その人柄を慕って長く通われている患者様も多数いらっしゃいます。当院では一般的な虫歯治療や入れ歯作製等、高性能な接着剤で歯と同等の構造に治療していくダイレクトボンディング、マイオブレース矯正、マンバッシなど幅広い治療を受けていただくことができます。院長には700件を超えるインプラント手術の実績がありますので、安心して質の高いインプラント治療を受けていただけます。さらに唾液検査によるリスク診断やCT レントゲンを用いた正確な診断も提供しております。事前にしっかりとご説明をして納得していただくことを心がけており、そのための初診カウンセリングを丁寧に行っております。今後、歯を削る必要のない
健康な状態を維持していただくことを重視して、今の症状だけを解決するのではなく、お口の中の環境を整えることも含めて治療方針を決めてまいります。歯科衛生士が多数在籍しており、定期的なメンテナンスが十分に行えるので、長く通っていただける歯科クリニックだと思います。院長は情報に敏感で、私たちスタッフ一同常に患者様に新しい治療技術や設備を提供できるように心がけております。そういった点でも長く安心して通っていただける歯科クリニックだと思います。患者様にとって歯科医院は怖いイメージがあるかもしれません。沢歯科クリニックではスタッフ一同患者様に寄り添った診療を心がけています。患者様からはスタッフの皆が優しく親切で丁寧にしてもらったとよく言われます。安心して心地よく診療していただけるように心がけています。当院では常時複数名の歯科医師、多数の衛生士が在籍しておりますので、専門的な対応が可能です。治療内容もオールラウンドで丁寧な診療を心がけています。また小児予防矯正や1回で治療が終われる高性能接着のダイレクト修復、 CT、サージカルガイドを用いたインプラント治療も行っています。新しい設備や技術にも力を入れています。口腔内スキャナーを用いた型取りやマイクロスコープ顕微鏡、マウスピース矯正など総合的な治療を受けていただけます。人生100歳まで食事ができるように、心身ともに健康で一生過ごせれるようにと願っております。そのためには虫歯になってから歯医者に行くのではなく、虫歯にならないために行く予防が重要です。私たちは本当は歯を削りたくありません。なぜ虫歯になってしまったのか、原因を真剣に考えることも重要ですが、再発しないようにするには虫歯治療よりも再発しない環境づくりや生活習慣の改善がさらに重要と考えています。ただ残念ながら治療が必要になった場合も、なるべく歯を削らないことを考え、基本をしっかりと踏まえ、先進的な勉強をしながら、スタッフ一同総合的に患者様に満足していただけるように心がけています。私たちは春日井市小牧市周辺の患者様に満足していただける治療を提供しております。沢歯科クリニックへのご来院お待ちしてます。